ってかもう最初の話題からめっちゃそれまくってるけど、はい、私八代さんって結構ドライなのか熱いのかむっちゃ難しい人だと思っていて。はいうん <laughs> 言うねいやそう、ねうん、いやこ,この配信では言っていいことになっている、うん、あもちろんもちろんです。なんか、はい、あ視聴者とかいないんですけど視聴者の皆さんが知ってるかどうかわかんないんですけど、はい、2> 私2次ん次に関する真剣の相談を、うん、あの同期とか以外に普段そんなに交流するわけじゃないけど話す人、うん っていうのがさんか何度かご相談したことがあると思うんですけどす、ね、難しい話を、はい、でその時にめちゃくちゃ真剣に、ね、あの親身になって回答してくださってめっちゃ感動したんだけどその反面普段からなんからめっちゃ交流のある人って。うんうん いますか結構人付き合いに関してドライな部分もあると思っているなんかあんま自分から連絡したりとかをしないタイプだね、うん、なんか積極的に輪に入ったりとかもそんなに多くないイメージしな,し,なしないね誘われたら行くし <laughs> これ昔からそういう性質なんだよねえっ、ー、これはさ視聴者のの知ってるのかなな、うん、<の>どうなんだろうマウント取ったみたいになったけど違うからい、ね、<laughs> いやいや <laughs> そうじゃなくていや知ってると思うよ俺からコラボをかあの持ち込むこととかめったにないとかは配信でたまに。 にうあ、表にちゃんと見えてるんですね。そうだね。てるね。<ー>自分からなんか声かけみたいなのはほぼない。 普段もうんむっちゃなんか頼ったらこう義理、うん、がたく、うん、その問題解決まで付き添ってくれるがみたいなのが結構あーまあリリムのパソコンの話とかちょっとみんながねわ <laughs> かりやすいところ大体いいパソコンの話に <laughs> あそう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 なんか難しいねいや例えばなんかその人のことをまあ人間的に好きだしははい、はいなんか別にもう遊びたいし、うん、もういつでもどうぞみたいなコラボもしたいみたいなのも全然あるんだけど自分からは声かけないんだよね、うん、なんかこれ昔からそうなんだよね なんかだるい。<laughs> いやわかんないんだよね <laughs> 自分でも。えー、なんか多分なんだけど。うん 根源的により自分に自信というか自己<ー>自己評価が多分異様に低くておこれちょっと私これもヤシロさんに関して言いたかったことだから言わせてもらいますよあはいはいはい,、はいはいはい、私ヤシロさんの能力がめっちゃ欲しいんですよどういうことゲームうまいのとこれ別にいろんなライバル褒める企画じゃないんだけどあのああゲームうまいのと勉強もできるのと文文武両道じゃないですかで人望激発じゃないですか普通にいやいやそんなことないと思うけど <laughs> そんなことないと思いますけどね。<laughs> なんかなんでもできるくないですか、うん。いや、そういうイメージがあるだけで、本当はポンコツだし、何もできないよ。うん、えー、キャパシティー結構ないし、できるふりがうまいだけだよ、多分。キャパシティーって、うん、どういうキャパシティー。パンクするというか、何でも仕事すると、意外と何でもできるようで。うん、なんか頑張ってると、他のことが何もできなくなったりとか。えー、だって。 だからまあ今具体的な例を挙げると、うん、今そもそもプロセカとかすごい頑張ってやってるじゃないですかまああそう頑張ってるって意識じゃないかもしれないんですけどうん、うん、そうねまあ頑張,いや頑張ってはいるねあなるほどなるほど、うん、やっぱ頑張ろうって思わないとなかなか頑張れなくていやもうだって、うん、素人から見てもよく分かんない境地だもん <laughs> ま,あま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 あねとかをやりながら配信もあり案件もあり、うん、もうご自分のトレーニングとかもしてるじゃないですか、うん、あそうですね いやいやいや時間ね作ってなんかこれやろうこれやろうこれやろうみたいなで俺でなんか何でもするから予定立てたくないんだよねおおあなるほど配信スケジュールとか絶対立てたくない人間であでもそれめっちゃわかりますなんか気分悪んだよ自分でもいや私もその日の12時に予告出すんですけど今日の配信のその瞬間まで自分の心が決まらないですそうそうなんですよあこれはなんで 数少ない共通点そう共通点ですね <laughs> いなめっちゃでもテスト勉強とかどうされてましたテスト勉強はねもう学生じゃないかもうやっぱりあれだねうおー前日ガガガしてくれた,た意外いや計画立ててやってないんだよそうなんですねへ、うん、勉強嫌いだったしねえー。 意外だなんか私テスト勉強とかはなんか心の気分とか関係なく必ずやってくるものだからっていうので割ときちんと決めなきゃやれないタイプだったんでそこ一緒かなと思ったけど違ったいや違ったいいかわいいすぎるでもそう思うと結構私八代さんってなんか想像というか思ってた人と違う人だなって部分が結構ある多分そうじゃないいっぱいあると思うよええ音ゲーのなんか一緒にやるお友達とか とかもいますし、うん、まあ、あと他のところだと。うん、関税でも筋肉のきまきのやつと。うんうん、もう携帯で会社入ってるやつと、うんうん、バンドマンと俺の四人でキャンプ行ったりとか。<laughs> 全然、ちなみに全然趣味合わないです。<laughs> なんか、<laughs> んかますます分からなくなったの、八 <laughs> 代さんのこと。<laughs> いや、なかね、いや、趣味合わないやつ、意外と仲良くなるんですよ。なんか,かなん。何の話するんですか。それっ友達関係が続くってことは、まあ、そう、キャンプとか行くのもそうだけど、うん、定期的に、うん。 まあ、連絡とかを取るわけじゃないですか。連絡、うん、を取るわけじゃないですか。すね、年に一回、そうそうそう,そう,そう,そう。共通の話題がだってないわけじゃん。ないけど。四、うん、人でストリートファイチャーのある筐体って。<笑><笑>おじゃ、温泉帰り行くかっつって言って、ストーツやって解散みたいな。<laughs> え、ふ、普段、その、らい、ラインとかの会話、何するんですか。てか、必要にない、八代さんのライン、気にする人みたいになってるけど。<laughs> いや。<laughs> その、最近は本当に年に。 一回会うぐらいだから、年に一回ラインするぐらいだね。ああ、キャンプ行くぜみたいな。なんかしようやみたいな。いいべ、いいべみたいな感じで。あ、はあ、うん、あーなるほど。あ、でも、これは確かにちょっと団長さ。<laughs> とかもあるのかな,なんかそれなりの頻度で連絡を取らなければ友達メーターみたいな友達ゲージが揮発してなくなってくみたいないやわかるわかるそうなんだよねだからなんかそういう風うに年に一回、うん、会おうみたいな取り決めがあるとね、うん、いいよね私が結構ゲージ揮発する派の人間で久しぶりに連絡取る人とか、うん、あんま長いこと連絡取らなかった人、うん、勝手に気まずくなっちゃってどうしたらいいか分かんなかなっちいやわかるわかるいや俺から連絡を送んないって話したじゃん、うん、だそれで揮発していった関係もいくつかあるわけよ <laughs> あーなるほどないわけじゃない <laughs> 続いてるのは、うん、やありますもちろんなくなっていったものがたくさん。ただき続いてるのは基本的にその山田とかム、うんまあ、キムキマッチョマンのやつらが <laughs> 俺に何か気使って連絡を送ってきてくれるから続いてる。あでも確かに 関係が続いてる人、うん、向こうから連絡を何もなくてもくれる、うん、そういうことができる器のある人間な気がする,るそ,うそうめちゃくちゃありがたいそう俺からはね <laughs> なぜか本当にできないからいやこれなんでなんですかね<う>私もできる方ではないからそうなんだよできる人ってすごいんだよねだから俺 そういう人の方が俺なんかよりも何倍もすごいなってああ出た出た、卑屈のやつだそう、キャパシティある人ってそういうことなんだよねこれで戻ってくるわけですね、基本卑屈だからみたいな卑屈だからね俺なんかがね、誘ってもねみたいななんかがあるよね、多分。なんか外から見るとなぜ卑屈になるかまるでわかんないでも変なところで自信はあるんだよねどんなところ例えば自分の作った動画とかうんうんいやこれ絶対面白いなみたいな音を思うんだよね音ゲー初心者向け、指南動画あーそうそう、指南動画とか としたネタ動画とか自信ある自分には自信ないけどなんか自分の感性は信じてるところが<ー>例えばなんだけど自分が作るわけじゃないけど<ー>自分の好きなコンテンツとか、うん、動画とか、うん、まあこれ絶対面白いだろうっていう確信を持つんだよね。でもなんかその感覚はめっちゃ 分かります身近なとこだと、うん、配信とかは、多分今このゲーム、一番楽しんでやれてるの、私だわみたいなのはめっちゃあるような気がしまする、ね、そういう自信はあるかもそういう自信がありますね。だから自分、自己愛が異様に低いのに、うんこ,こんな,こ,んなあのことやれてるんだろうな、バーチャルライバーやれてるんだろうなって <laughs> 今、一つの謎が解き明かかされれたかもしれない解けたか、<laughs> ついに。<laughs> 今いいとこに今だけど友達には連絡はできない <laughs> まあ来たらびっくりしてくださいって感じですね。<laughs> <laughs> 心配になったりとかすると送るかもね。ああ、そうだな確かに過去、まあそれもでももともとあった会話の流れだけど、あのうわっとやしろさんからアクションがあったときはなんかめっちゃ心配してくれたときだった気がします。そうですね。まあもと流れはこの人大丈夫かなとか、あの時はそれを超えるくらい心配されてたんだな。そうですね。どうもごめんごめん、失礼しました。いやいやいや当然です。まあでもそれって言ったらその必要なことですからね。何もないのに連絡するとかとは違うから。あそうですそうです。何もないのに連絡できるひ とはすごいなんかダメ出ししたみたいになったけど <laughs> <laughs> いや本当はね<の>何でもない時に連絡すべきなんだろうなって本当に反省してるしでも何もない時にどうやって連絡するのっていう話じゃないですか <laughs>、うん、いやすごいいやそそれになりたいなりたい私もなりたいす <laughs> 何もないのに誘ったりとかしできる人間になりたいなんか、うん、おもてなしできる自信がないから、うん、何もないとこに行ってそ,それそれは相手をそれそれ いや例えばなんだけど、うん、高校生の時ねカラオケ行かないとか何々行かないとかって人連れ回したりするわけじゃん、うん、おもてなしで生きる自信がないのそう楽しい時間を俺と一緒に過ごしてもらえる自信がないから誘わないみたいな超わかる。 私に費やしてる時間の分その人は一人で過ごしたり他の人と過ごしたり楽しいかもしれない俺マジでそれな自分のおもてなし力に自信がないそれ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 マジでとりあえずかここ遊びに行こうって言ったと誘おうと思ってここ行こうよみたいな話になったとそれは終わった後と何するんだろうみたいな「恐怖の時間訪れない」みたいな「ガタ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 」みたいな「怖くなってきた」みたいな。 私は楽しい。うん、あなたといるだけで楽しい。でもなあみたいな。<laughs> そう。ん？もしかしてインキャか？はい <laughs> いインキャだよ俺はマジでなんか割と我々案件とかでも別に普通に司会進行とかするしコラボとかでも交流もするじゃないですか他ライバーそうっねこうなると信じてもらえなくなってくるわけですかだんだんそうなんですよ司会したりとか知らない人といろいろ話したりとかしてるやみたいなあれはスイッチ入れてるだけだからねいやそうあれは配信のスイッチ入ってるしみたいなそうあの AT ビールドを張りまくって <laughs> 人造人間になってるだけなんですよ <laughs> 要するにいやそうそれ <laughs> な,ないとか、嫌だと思ってるわけじゃないんだけど。嫌 <laughs> や,やないけど。そういやー、あ<う>りますよね、やっぱ。そう、あるあるある,ある、ね。あ、楽しみつつ、うまくやれるように頑張ってる状態というか。そう。それこそ、本質スイッチはオフになってる。<laughs> あ、そう,そう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 。そんな感じ。私という人間が、そこに完全にいない感じになっている。<laughs> あ、そう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 ,そう。よかった、これ、他の人でもある感覚なんだ。結構、あるある。<laughs> いやある、あるあるよ。俺は<ー>、俺は、それを抱えながら生きてます。え、なんか。 そうかしょうがんなんか全部をやっぱ出して人間を知ってもらったり好きになってもらうっていうのが配信ってコンテンツのいいとこかなって思うからなんか時々ちょっと後ろめたい感じになりますもん、うんうん。あーね 配信で「はい」になってるのは完全に私ではないみたいなことを思うとちょっと後ろめたいで、うん、<laughs> まあでも、まあ、一部分ではあるし、まあ、完全に自分じゃないかって言ったら自分だとは思うし、まあ、あとまあ配信もなんかコンテンツの一つだと思ってるから自分の作りに、うんそ,ね、それはいいものにしたいしみんなに面白いって思ってもらいたいなみたいな気持ちはあってあそだからあれですよね心が100%の時じゃないと配信したくないというかそう,あそうそうだからゲームとかも、うん、だってさ今このゲームとかこの配信 ンとかやっても楽しめないかもなと思った時に、うん、面白い配信なんてできるわけないんだよ、ね、いや本当にそれなんです自分が面白いって思ってないのにそう みんなにもゲームにもも失礼そそうな <laughs> そう,そうなのよまあもし事前にそう決まってる完全な予定とかだったら、うん、その日までにそ,そ,のそれを絶対楽しめるような状態にするぞって努力するから本番楽しめてるそう案件とかコラボとかは持っていく自分をけど普段から毎日そんなことしてたら壊れるから、うん、いやできない不可能ですしね人間だから体一一つつしし、うん、つしかかかななないい頭もら無理なんだよねだから普段の配信とかはそのスイッチが来るまでボケー って待っててうん、うん、あ来た来た来たよし今日これやろうみたいなめっちゃ私たち熱くないいや熱いねプライドがあるわあいや意外と私ぼ <laughs> <う>なんかないとかそんなこだわりないわと思ってたけど意外とあるわ、まあ、ある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 んだってある,あるある,ある俺らにはあるあるなんかやっぱ好きなものを全力で楽しみたいし <laughs> そこに集ってくる人たちを不幸せにしたくないみたいなのはやっぱある、うん、あそうそうそう、えー、ある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 うんいいものにしたいと思ってる常に 熱いいよねこれ理想だから完全にできてるわけではないけどうんそれが毎回完璧にできたらもういやめっちゃ私自分のことすごい好きになるだろうなあそうだろうね完璧にでききたらめっちゃ好かもい自信にあふれるだろうね自分が少なくとも配信に関してはおもてなし力を発揮できてるって思えるってことだよねそういうことだよねそういうことだよねるほどな。 え、いい話だったもしかしていい？いい話だねこれ。<laughs> あれ今のいい話だったの。普通に普通になんかいい話格好つけちゃったみたいなさ。<laughs> なんか <laughs> ちょっと変えるか。ちょっと別のにしましょう。<laughs> <laughs> はい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 。